お疲れ様でした。今日はいいプレーで。そうですね。1番からバーディーで出ていきましたけども、はい、それで気分が乗ったという感じですか。まあまだその最初のバーディーだからって、うん、その全然気分は乗らないですけど、まあ悪くはないですよね。今、まあ、組み合わせが藤田選手と宮里選手、はい、この組み合わせ良かったんじゃないですか。そうですね。もうどうしてもやっぱ気合が入る組み合わせですよね。日本プロはどうしても勝ちたい対戦だというふうにお聞きしましたが、はい、どうなんでしょう、思い入れの方は。いや、もうもちろんその日本のメジャーで、まあ、最初のメジャーっていう、もうこんなチャンスはね、いつあるか分からないんで、それぜひ取りに行きたいと思います。今のところトップが同郷の手嶋太一選手なんですけども、はい、この手嶋さんとの戦いっていうのは今まで、いやー、ないんですよね、大さんとの戦いが。優勝争いはなかったんですか、今まで。あ、そうですか。じゃあ、明日は、まあ、その、僕がゴルフ始めたきっかけの人ですし、うん、まあ、もう本当に憧れの人だったんで、まあ、頑張りたいです。このコース、キーになるのは何なんでしょうか。難しいと思ってますが、もちろん、フェアウェイキープとパーオンですね。フェアウェイキープしないと、やっぱりパーオン難しくなるし、パーオンしたからって同じ面に乗せないとやっぱり難しいですから、まあ、もちろんそのフェアウェイキープ率が大事だと思います。明日は自信のほどは。そうですね、まあ、どういう状況になるか分からないし、まあ、難しいコースなんで、まあ、自分のゴルフができれば自然と上に行けるかなと思います。ありがとうございました。はい、どうも頑張ってください。はい、どうも。